10時です。あっぱれやってます。ゆうかまぐちです。ありがとうです。ドランクドラゴン鈴木です。我が家つぼくらです。青井翔太です。最近中華ばっかり食べてます、内田理央です。絵が上手くなりたいです。 NMB48 の山本彩香です。下手なの？下手です。なんか上手い人とかって結構これ書いてくださいって言われたら見なくても大体頭の中でこうなんか書いて書けるじゃないですか。表情とかね、なんか物持ってるとか持ってへんとかでもね、スッと書けんもんね。はい、とかなんか漫画とかの好きなキャラクターとかを、ドラえもん、あ、ドラえもん誰でも描けるか、うん、ドラえもん描ける描けないです。そうなの？よく描いてますよね、なんか、うん、よく描いてますよね、このドラえもん、はい、ドラえもん描いてないよくドラえもん描いてないよ描いてなかったでしたっけ、うん、でも身近にいますよ、よく描いてる、うん、私ずっと内田さん描いてますもんね。もダーリンの方は妄想の絵でしょ。いや、絵はめっちゃ得意です。何でも描けんの、ほんま何でも描けます。牛とか牛、キリンとかも、あ、もうタツノオトシゴ、全然タツノオトシゴ、タツノオトシゴ描いてみよう、ちょっとみんなでタツノオトシゴ、ラジオでみんなで、ラジオでみんなでお絵描きって何ですか。コーチさんのツイッターに上げてもらおう。あ、そうですね、なるほどね、みんなの、はい、どんなのだったかな、あります、ね、内田さんなんてなんか独特のキャラクター自分で描いてますもんね。なんか頭になんか土管をつけてハートが噴火してるやつみたいな。そういう人ってなんかあの、はい、ちゃんとした絵って難しかったですね。いや、それが描けてしまうんです。難しい。なんでタツノオトシゴなんですか。なかなか難しいよ。いや、あなたが言ったんですよ。え、なんだ、確かにな、難しいな。あ、でも俺も描けた。でもうん、あれですよね、うん、いや、それね、ちっちゃいな。俺のちっちゃい。ちっちゃくね。だからもうちょい大きく描かないんだ。なるほどね。あ、なるほど。もっと俺も結構あの、なんだろうね、ちっちゃく描いちゃった。もうだましだまし。はい、描けた。これがね、俺描けた。描けましたよ。僕も描けました。描けました。じゃあ採点誰にしまいます。もうみんな描いてるから、見た感じでわかんじゃないですか。じゃあ、そうな、お互い出し合おうか。はい、出し合いましょう。せーの、ドン。はい、おい、はい、どうです。ちっちゃい。さやねー。いや、さやねー。それはね、まずさやねー。ちっちゃい。髪の毛。ちっちゃい。タコの足の先っぽぐらい。でも、こんな形ですよね。いや、芯が絵に現れてるね。ひどい、ひどい。いや、坪倉くんの杖やろ、それ。確かに。杖があるある。あ、おじいちゃんの杖、ステッキやな。いや、ビジネスで。たくさんのカンガルーです。いやいや、お腹が膨らんでるイメージがあったんですよ。お腹膨らんでるね。膨らんでるんでしょ。あ、膨らんでるんだ。ダリオのそれ、ゾウっぽいけどね。ポケモンやな、確かに、ポケモンっぽい。ポケモンで。ポケモンで。翔太くんもひどいよ、それ。これ一番蝶になりかけのものですよ。縫い目があるよ、すげえ。あ、焼けてるね。タコ入ってるね。あ、でも分かる。宇宙人、宇宙人。でも分かるかも。なんかちょっとっぽくない。特徴的に。そっか、尻尾っていうのがくるくるってなってるのか。尻尾は腹の方に、手前に巻くんですよね。あ、全然。うちこんな先もとんがってないか。あれでもゴジラみたいなもんね。ねえ、なんか一人腐れてる恐竜っぽい。でもこれが一番、ヒレの位置とかも合ってますよ。そうなんだ。ヒレとかあるんだから。ヒレね。そっか、そっか。ダーリオドもまあまあわかるけど、かわいいかわいい、まあ、言われたら正面描く人ってなかなかおれへんよね。確かにそういうそういうとこですよ。ただの棒ですよ、あんなもん。さやね、ちっちゃ、ちっちゃ。一回髪に巻いてきて外に行ってるからね、尻尾。そうじゃないんですっけ。髪のどれぐらいのスペースをどんな気持ちでその髪を作ったかっていう。ほんまちょっとしか描いてない。面白い。なるほどね。まあでも特徴的ですよね。うんうん、はい。ちょっとラジオでわけわかんなかった。すいません、すいません、本当ですよこれ。すいません、すいません、約5分よくわかんない話。でも楽しかったです。上げてもらおう、後でツイッターに上げるんですね、うん、これお願いします。はい、で、ダリオが中華ばっか食うてるって。中華ばっか食べてます。何ハマってんの。何、いや、もともと中華好きなんです。いや、麻婆豆腐か担々麺です。あー、いいな、わかる。四川、四川の方が好きです。辛い方が、辛い方が。太んねえな、よく太んないですね、そんな食ってて、うん、でも、麻婆豆腐と担々麺しか食べないですよ。麻婆丼じゃないね。はい、より太りそうじゃない。麻婆豆腐と、あの、はん、あ、なんていうんですか、ご飯セットみたいな、麻婆丼や、はい、うん、セパレートだ。はい、餃子とかいけへんね、うん、
餃子はちょっと臭くなっちゃうからそれだはちょっと我慢します。より臭くなる。一応気にしてくれてる。一応なんかより臭いって言ってる。ベース臭いみたいな。ちょっとどういうことですか。臭いなんです。ベース臭いみたいに言われた。でもまあ確かに中華って結構匂いするじゃないですか。ニンニクとかよく入ってるチャーハンとか、ね、だからなるべくニンニクの入ってないものを選んだ末が、うん、麻婆豆腐と、うん、担々麺。言えばいいんじゃないの、ニンニク抜きでって。いやなんか申し訳ないじゃないですか。え、手間が1個減るから。え、向こうとしては、うん、作ってる方としては手間が1個減るよ。え、でもほらニンニクも入ってるペーストみたいなやつ使ってる。入ってるペーストね。まあ、下手したら入ってるペースト、心から出してるパターンもあるからね。はい、なんかニンニク入ってるペーストだったら申し訳ないなって思って。そのシリーズ俺知らんけど。ニンニク入ってるペースト。なんか中華の素みたいなのは。ああ。なんかペースト状の。まあ中華に来てニンニク抜いてくれってちょっと言いづらいですね。感じかもしれんけどな。なんかすごいハマってて。外で食べるとしたら中華だし、うん、家で食べるとしたらカレーだし、でも決まってますスパンが、スパイラルカレーは自分で作るの。あ、インスタントのレトルトカレーが好きなんです。そう、あのなんていうんですか、パックに入ってる、はいはいはい、自分で作るんじゃなくレトルトが好き。もう毎日レトルトカレー食べてます。ご飯は、ご飯は玄米を一応炊いて自分で、いやパッキングで。かっこよく言ったね、まあ、全部インスタパッキングで。レンジが大好きなのかな。レンジが好きなの。パッキングちょっとかっこよく言う、はい、カレー作れないの自分で。いや作れるんです。簡単じゃないの。じゃあ作ればいい。カレーはうん、作れるんです。何でもいい、レトルトが好きなの。そう、あえてなんですよ。作って貯めとけばいい。味が冷凍してるから。自分で作ったカレーよりもレトルトの方が美味しいんで。いや、下手くそなんじゃない。下手くそなんじゃない。違いますよ。でも正直もうその辺の、うん、いや美味しいよ、レトルトすごい美味しいよ。美味しいですけどね。キーマぐらいだ簡単でしょ。いや作れるんです。でもやっぱレトルトのカレーの方が美味しいんですよ。キーマって分かってるよ。いやそうだから、キーマすぐできるでしょ。いやでもそんな、キーマできないでしょ。でもそんなです。キーマが分かんないでしょ。キーマ分かります分かります。キーマどんなんですか。ひき肉のやつですね。あ、そう分かります分かれるし、作れるんです。作れるけど、キーマいい分かんない。うまいんでしょ、レトルトがうまいんでしょ。あえてですから。でもレトルトの美味しさに近づこうとは思わないの。頑張ろうとしてるんですけど、うん、あレトルトって多分あの袋の中にずっと入ってるから、うん、熟成そう熟成。味方いた。熟成だ。熟成肉と同じ状態になって。熟成はさせてないやろ。もうその出来上がった時点で。いやだってもうずーっと入ってるじゃないですか、あの中に、うん、まあ、ずっとだけど無印のカレー美味しいね。美味しいです、熟成されててすごい。熟成どうか入った時点でうまい。熟成ね、もう光も通さへんようになったんね、あれは。だからもう作ったカレーなんてもう全然、うん、ちょっと足さへん。あ、ガラムマサラっていう粉があるんですよ。ガッチリやってんじゃない、うんうん、そのレトルトに足すの。簡単したりもします。辛さが足りない時は辛い粉みたいなの入れたりとか。胃が悪いんだ。あと納豆入れたり。え、胃が、納豆入れます。納豆入れたら美味しいね。納豆カレーうまいですね。ないですか。ないです、食べたことない。いや、うまいですよ。納豆は食べれる。大好きです。浜口さんすごい苦い顔してますけど、あんま好きじゃない。カレーとはなんか邪魔してるな感じすんねん。いや食べてみてください。蕎麦はうまいねんけど、蕎麦に納豆は。まあうまいですね。大体うまいです、納豆。美味しいです。納豆本当に何でもうまいよね。蕎麦に納豆って。何でも合えへんのよ。俺まずご飯に合えへんねん、納豆は。もう変わってんのあの人。納豆もともと食べられんかったんけど、そばのつゆと一緒に納豆食べた時に、あ、納豆ってうまいよなって。で、まあまあ、うどんもまあいけるなと思って、うんうん、あのつゆに合うんやな。だから、つゆに混ぜたやつご飯にかけたらどうですか。うん、ご飯には合えへん。珍しいな。一番スタンダードなんだけど。全然合えへん。合うようですよ、たまわれ。ご飯には全然合えへん。さやねえとか食べれるの。納豆、私は納豆だけをよく食べます。ご飯に合えへんよな。いや言めっちゃ合いますけど、ね、でも納豆にもよるかしら。納豆だけで食べるんだ。ネバネバ、なんかネバネバ巻きとか作ったりするの。ネバネバ巻き、オクラとイカととか。あと、トロロ芋とか、うん、全然、納豆だけ。納豆のみ、はい、パックのまま行くの。え、
パックのままお皿とか、うん、あ、パックのままです、うん、あ、あの浅いところでちょこ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 って混ぜて、はい、皿使わない使わないです、まあ、料理しないもんね、はい、ネバネバしちゃうから料理しないんで、さよね、ドラえもんかけ出したけどめっちゃうまいんですよ。かける普通にかけた、うまいよ、割れてるやつやん、嘘じゃん、嘘ついて、なんだったら嘘だ。いいじゃねえか、嘘ついて、うまかった。書いてみたら意外に相当結構うまいな、うん、味ある感じで、うんうん、上手。あ、俺そうだ、ちょっと言いたいことあって。何そうなんですか、言ってください。ですか、AKB の、うん、お菓子のシールついてるやつあるでしょ、うん、あ、はいはい、ビックリマンチョコ、うん、AKB あれさやね入ってる、入ってますよ、本当に、はい、あ、でも全然当たらない、多分ウィーストじゃ、イーストだからじゃないですかね。あ、イースト、関西版やったら入ってるってことも、ストがあるんですよ、そんなのあんの、そうなんですよ、うわー、信じた、絶対さやねのさ、この同じ共演者がすげー買い集めるって気持ち悪くね、さやねー、しくじったじゃあ共演者がよ、当ててダーリオにあげようと思ってたんですよ、シールを、あー、そっからまた話がみたいなの、確かに、びっくりマンですか、それをツイッターであげてさやねとかダーリオが返してくれたら、フォロワーも増えんじゃねえかって、最低だ、一番最低だよ、そっちかい、そっか、え、ゆきりんとかさ出る、 AKB のメンバーですね、どういうやつなの、お菓子、ビックリマンチョコのカードが AKB メンバーになってるんです、はいはい、です、一時期吉本のありましたよね、それで、吉本あった、はいはいはい、ありました、ありました、そうなんね、ただ AKB の AKB ビックリマンでしょ、そうです、NMB とか西日本側のメンバーのやつとかはウエストって言って関西にしか売ってないんで、そうなんや、関東には売ってないんだ、そうなんです、へ、面白、だからそっち来たやつ買われへんねや、はい、でも一応書いてるんですけど、イーストとかは、いや、書いてない、ちっちゃいでしょ、多分書いてあるの、割と真ん中にバンってすげえ舐めてない、ビヨンセされた絵が書かれてある、そうです、あのビックリマンみたいな感じの、はい、名前とかもついて、ゆきりんはイースト、イーストです、あ、じゃあイーストの方買ってたんだ俺、あ、出たんですか、ゆきりん出た、うん、集めてんねん、集めてんねん、知りたー言うてる割に 1個しか買ってない、いや、結構いましたけど、知らない子とかもいた、あ、知らない、たくさん入ってるって、いや、面白いな、知らんかった、そうなんだ、へえ、面白い、じゃあ関東では売ってないんだ、売ってないですね、なるほどね、大阪関西行った時、関西はそのイーストは売ってるの、そうです、なんかそれちょっと尺に触るね、どういうことですか、関西でイーストは売ってて東京でウエストは売ってない、いや多分関西もイーストは売ってないと思います、あ、そうなんだ、それだったらなんか、はい、それ両方売ってくれる、新潟のやつは新潟のこのやつしか売ってないの、いや、北陸でないか、イーストですかね、おー、はい、へー、大阪行かない、面白いね、面白い、全然知らんかった、行ってください、大阪、いや、大阪行ってない、コンビニ売ってんの、コンビニで、はい、あるところはあります、うん、駅売ってるかな、コンビニ寄るか、そうか、うん、でみんな集めようとしてますね最初コンビニ、事務所の下にコンビニがあって、それ2個買って、うん、買ってって当たんなくて、うん、で事務所から帰る時にレジの横にあるから5個ぐらい待って、うん、いや結構買ってない出したいこんだけいれば当たりが全然当たり、なんか分かるよ、一緒にやってるからこそちょっとさやね出したい、出したいんですよ、うん、あ、それってさやねの場合はキラキラなんですか、2枚あるんですよ、ノーマルとレアみたいな、俺当たったの結構キラキラでしたよ、キラキラ、あ、じゃあそのメンバーのキラキラかもしれない、うん、なんかキラキラじゃない子はいるわけでしょ、全員キラキラなんですか、はい、あ、どうなんですかね、なんかそれは分からんから面白いんじゃない、ね、あ、そうなんですかね、まあ俺がもしそれだったらキラキラじゃないだろうなって思ったらすげえ悲しいな、そうでしょうねそうでしょうね、白黒、白黒、なんで俺だけ白黒だよちょっとちっちゃい、いやだ、偽物やん、いやだ本当にあ、そうなんだ、ね、へぇ、向こう行って帰るとは無理なんだ、なるほど、名古屋は名古屋のメンバーじゃなくて、え、名古屋は名古屋も上そうなの、西と東しかもう分かれてない、そうです、はい、名古屋どっちなんの、名古屋はどっちだったかな、まあ、名古屋今日も SK 行ってみやつもいないからいい、 SK そういうのはっきり言うんじゃないよみんな興味あるSK は SK でな、出てるかもしれへんもん、そうか、でも私も自分でも結構買ったんですけど出なかった、あ、レアなんだ、自分で買った、分かんないですけど、はい、自分でレアっていう風にちょっといざなったでしょ私レアですから、人数が大勢いるから、ね、JK びっくりマン、あ、うん、それなんか握手会で出たよっていう子とか、あ、持ってきてくれる人もいました、噂1
選抜メンバーアンダーガールズネクストガールズのメンバーがビックリマンキャラとコラボ。マユユ×ヘッドロココ、サッシー×スーパーゼウス、うわーすごい、メンバーが衝撃の超大変身しているんです。何に変身してるの？サタンマリア。うわーすごい、一番かっこいいやつじゃん、一番やつやんけ、一番かっこいい。ヨシールではフロントメンバーの進化した姿が見られるとか。ずるいなめちゃくちゃ宣伝したからちょっとびっくり漫画から来るんじゃないですか、ね、あれ美味しいもんな。お菓子がマジでうまいんですよ。お菓子がうまいから昔から ね今いくら、今100円ぐらいするんじゃないですか。100円、チームイーストは AKB48、NGT48 のメンバーを書き下ろししております、そしてチームウエストは SKE48、NMB48、HKT48 のメンバーの書き下ろしとなっております。すごい、それぞれ全30種面白いですね。なんか知らないけど欲しくなっちゃうな、ね、誰が一番先にサヨネが出るかやりましょう。そうやな、大阪見つけたらやってみよう。大阪行ったら買おうかな。もう大ファンみたいになってる。みんな持ってくるよ。当てた。いや、でも当ててみたいな、そうですよ。当てたらインスタかツイッターに載せるという。そうしましょう。フォロワー数増えるんでしょ。増えるんですよ。絶対返すってことですよ、さやに。今チェックしておきます。そうですよ、誰かのやつ。誰もな。はい。はい。大阪行きそうですね。行くことある？行けたら近々。4月中は？なさそうです。諦めんなって。俺行くけど。あ、じゃあお金は出すんで。いくらくれんの？1000円買っといて。10個買ってくる。さあ、じゃあ NMB の曲いきますか。はい。NMB48 のニューシングルを聴いていただきたいと思います。NMB48 でまさかシンガポール。この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉、長島リゾートの提供でお送りします。 NMB48 の山本さやかです。 MBS ラジオ AM1179、 FM906 からあっぱれやってます。さあ、はい、お便りのコーナーでございます。はい、はい、先ほど私あのまさかシンガポールニューシングルって言っちゃったんですけど、はいはい、アルバムのリード曲の間違いでした。すみませんでした。下手こきましたね。下手こいた。始まるよ。関係ねえ。関係なくないですよ。ありますよ。関係あるよ。ちゃんと紹介してください。訂正したということで。訂正した。アルバムの曲なんですね。そうです。はい。失礼いたしました。さあ、いただいております。ラジオネームダーリオの T シャツはなぜ売れないさんが出てきました。そうなの？売れないんですか？わかんないです。まだ内容が。やっぱりゲッツさんの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも可愛い内田さん、こんばんは。こんばんは。先日行われましたダーリオこと内田リオさんのファンクラブイベントに参加してきました。ありがとうございます。私は午後の部に参加したんですが、松葉台劇隊、そんな感じの決起会ということで、はい、内田さんの体力測定が次々と行われました。やりました。内田さんの体力はことごとく20代女性の平均を下回るものでした。最後のバランスボールだけはなぜだか1分以上乗り続けるという現在一面を見せてくれました。バランスボール、バランスボールだけは乗れました。すげえ、高いね。そして最後は定番となっているお肉をかけたファンとの体内時計3本勝負も無事ストレートで勝利し、前回に引き続きお肉をゲット。そうなんです。さぞ気分よくイベント王者のではないでしょうか。肉はあげなさい。やらせじゃん。これもう本気でいきますよとやってる。全体絶対勝つんですね。絶対勝てるんです。一つ気になったんですが、当日グッズで販売、で売られていた内田さんデザインの T シャツがあまり売れていなかったとのことです。私身ですが、シンプルで良かったのですが、デザインが割と無難だったので買って読めかどうかファンの人たちも迷ってしまったのではないでしょうか。無難だったのかな。無難の方がいいけどね。無難の方が使いやすいんじゃない。なんか昔やった時に一回 T シャツ出して、それが結構絵が描いてあるやつだったんです、だから次はもうシンプルにしようと思って、まあ、出して、で今回が初のそのグッズお披露目だったんですよ、で一部始まるじゃないですか、みんな着てるかと思ったんです、全員が。
そしたら着てる人が300人中の5人ぐらいしかいなくて、ファンでも着めえ、着めえ、あれって言って、うんうん、着てくるんじゃない、着るんじゃないのこういうのはって言ったの、オープニングで言うんだ、オープニングから思わず、思わずね、うん、で、そしたら、うん、買ってる人はいたんですけど、うん、着てなかったです。あ、着替えてなかった。あれ、これちょっとあれって思い始めて、うん、それだからそっからずっと、もうお肉って経費もかかるんで、景品で、うん、か T シャツを買っていただけないとお肉代が赤字になっちゃうわけですよ。このお肉もらって帰るわけでしょ、金のことを。お肉結局もらって帰るわけでしょ。あれは分かんないです、それは、うん、どっちが勝つか分からないじゃないですか。まあまあね、はい、で普通はファンの人持って帰るけどな。そうよ、本当花持たせなさい来たんだから。でも結局なんかそんなこと言っていたら皆さん、うん、結果買ってくださって。いやいや、仕方なしだよ、うん、そう言われたからさ。でも結構気に入ってるよっていう方もたくさんいたので。あ、本当、うん、よかったなとは。きっとパジャマに今頃してくださってるとは思います。普段着れるようなデザインデザインにしたんでしょ。まあ、デザイン的にはもうピンク、黒字にピンクの文字がちょっと入ってるんですよ。なんていう文字が入ってるんですか。隣の芝はピンクって書いてあるんです。おお青でしょ。こんだけみんながおおって頑張ることない。芝はピンク、さやねの顔見てみもん。すごい苦笑いやな。何そのデザインってことでしょ。黒字にそのデザイン、黒字にピンクで隣の島はピンクって書いてある。書いてるんですよ。どう、それを変え、それを変えって言われる。着ないのって、着るもんでしょこういうのは。そう、こういうのは着るもんでしょって言って。そういうこと言った。着てないんかいって。ひらがなで書いてあるのそれ。直筆でひらがなで書いてあるの。あ、直筆で、うん、あのなんでローマ字で書いたんですけど、芝、うん、の場を V にしちゃったから、うん、シバーになっちゃいました。気づかなかったんですよね。何してんの、スタッフも気づかないの。気づかなかったです。バカバカでね。ヴィーナスの方から。そうなんですよ。なんか知らない。資料で来ましたよ、こんな感じ。そうですね、なのか。可愛いですよ。シバーだ。おお、まあ、あ、目も、目も、目も書いてるじゃない、うん、そうなんです、 目とまつげがちゃんと長いやつ、ね、あ、隣の芝見てんの。そうです、隣の人見てるんです。かわいい。隣の芝を、芝を見てる。かわいいっていう評価に変わった。 あ、うん、ありがとうです。買いますか。こんなに困る。かわいいんでしょ。かわいい。かわいいですよね。はい、買いますか。買いはしない。買わないかい。そう。買わないですか。あ、でも、どうですか。どうですか。買います。あの L サイズとかもとっても、だってこれ黒にピンクですよね。うん、はい、そうですね。かわいい。ありがとうございます。かわいいでしょ。買いますか。買えは。いくら。ちなみにいくら。いくら。3000円ぐらいです。するな。T シャツだったらそれぐらい。あ、でもこれ T シャツの生地にもちゃんとこだわりまして、うん、薄いんじゃダメだって、うん、ちゃんともう暑いのでお願いしますって言いました。暑すぎてもあれだけど、汗吸うやつ、汗吸うやつ。大のファンの来てくれる方は男性の方が多いの。男性の方が多いですね。あ、男性だったらもっとなんかピンクじゃなくてさ、うん、でもこういうのって記念になるからすぐみんな買うとかって言うじゃない。確かに、まあ、コンサートとかね、うん、なんかそういうグッズがね、 T シャツ一番買うよね、うん、そう、だからあんまり売れてないのかなって思ってますな。まだ売ってんのこれは。その日しか買えない。まだその日。もう在庫たくさんある？在庫があったら売ります。ネットでこれから売ります。難しいよな。難しい。どうなん、翔太くんのやつはわなんかどういうの、どういうの売ってんの。僕は、うん、自分のファンクラブとかで、うん、それこそ僕も自分でデザインさせてもらった、うん、わーすごい。自分の手で、うん、手を使って筆とか使わずに手だけでこう、うん、いろんな色を使って描いたのを、はい、作らせてもらったりして、ファンクラブでとかってやってますけど、翔太くんの売れてんだろうな。絶対売れてるんですよ。いや絶対そうでしょ、そうですかね。え、キベグッズ、グッズで生誕誕生日の時に作る T シャツは全部自分で、うん、デザインして。はい、サイネのもあるの。私のもあります。自分でデザインしたの。お笑いってどうなの、はい、いや、おしゃれなところはみんなやってますけど ね、 そうですね。僕、カリスマ性がないとこあんまり売り出ししてないですね。僕らもやってないですね。東京03なんてもう飛ぶようにやっぱ売れます、ね。売れるね、T シャツとかが。T シャツとかも。やっぱり、カリスマ性あるとこはそうですね。はい、ドラッグは、いや、カリスマ性ないでしょ。サンドウィッチマンとかも売ってるんですかね。ねえ、なんか筋肉マンとなんかコラボして売ってたんですね。サンドウィッチマンにね。俺らもなんか T シャツとか作って、
ったりとか、うん、なんかあの携帯に昔貼るシールとかね、ああいうのを作ってもらったけどいまいち売れへんかって、でも結局なんかシャレで生写真売ったことあるのよ、ほう、はい、あのブロマイドみたいな、ブロマイドみたいにね、はい、写真を撮ってもらって、はい、それをバーっとかって1枚何枚だっけ50円か、うん、50円ぐらい、生写真のシャレでな、はい、売ったら飛ぶように売れて、完売して、意外にそう、それから生写真めっちゃ売ってる。普通100円200円取るところ50円買いどくかね、飛ぶように売れる生写真がなぜか、なぜで買うねみんな、どうしたら売れるんですかね、うん、難しい、でも50円にして売ったら売れるよ、 T シャツ原価が何やろうな、あれ、まあ、思い出に買ってくれるのかな、なんかそうじゃない、なんかライブとかのは それ着て行って、で汗かいて自分の服に着替えて帰るとか、なるほど、そういうのもあるうん、音楽系のやつだね、そうね、うん、あんまりそのさ、どうやったら売れるとかっていうその商売系出さない方がいいんじゃないの、そういうのって、あーなるほど、確かに売ろう思って作ったやつほど売れへんもんな、確かに、詳細がないんやろな、なんかどうせ使ってくれるものだからと思って、だけど売れろと、売れろってだったらもうダリオが入んねんから、そのおしゃれな服屋さんとコラボにしてもらうとか、そう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 、ちゃんと作るみたいな、そう、うん、あと大顔面 T シャツ作ったら、大顔面どういうことですか、あいいかも、背中までいってるから収まってないって、収まりきってないいいですね、ちょっと、ね、次の企画にあげたいと思います、めっちゃ怒られると思うけど隣の顔は大きいってやつ、やだそんなの、はい、さあ続いて、はいはい、福井市はラジオネームペテルギウスの輝きさんがやってきました、アップルゲッツの皆さん、そして、福井が生んだ天使様、こんばんは、どうも、おお、私は翔太くんのファンで、ツイッターをフォローさせていただいているんですが、翔太くんはほとんど舞台や公演関係のつぶやきでこのラジオのことをあまりつぶやきません、みんなそう、さやねはもうすぐラジオですとかラジオで新曲を披露しますとかつぶやいているのに、もしかして翔太くんもプロフィールからこのラジオのことを抹殺しているんでしょうか、これはもう翔太、あげろ今あげろ、生放送中です、生放送中です、ちょっと外出てあげてこい、放送中ですと、うん、これは なぜですか、いや、あの僕今携帯を持っていなくてですね、そうなの、あ、会社の人が上げてるってこと、いや違います、あの、うん、iPad とか、あの、なんですか、パソコンで、ツイッターをやってるんですけど、おそうなんです、その携帯の方からやってないんや、そうなんです、その環境がないとできないってことか、そうです、いやだから例えばマネージャーとかにそういうのやってもらうとかっていうのできるじゃないですか、そうですね、ごめんね、はい、ちょっと今忙しいから入れといてくんね、はい、みたいな、あのついもう忘れてここに来ちゃうんですよ終わってからでもいいじゃないあ、そうですね、終わりましたよ、ありがとうございます、こいつ入れたくねえな、忘れてしまう、本当に忘れてしまうんですよ、本当に昨日来週から、ね、印象薄いか、そうですね、尻尾出しやがったな、昨日何食べたかでさえも忘れてしまうので最近は、はい、昨日何食べたかと同じぐらい、そう悲しいラジオ、はい、つぶやくようにしますね軽いなもう嫌だからこの話題、ファンの方は待ってくれてるのか、でも本当にめっちゃファンの方は毎週やるっていうのは知ってるから聞くだろうけど、はい、そういうどんな本番前どんな様子なのかなとか知りたいんじゃないの、本番前ですか、写真撮ったりとかさして載せてさ、はあ、よいこさんとさ3人撮ったりとかさ、はあ、坪倉さん撮ってさ撮ってみたりさ、坪倉さんが写ってますっていうのをやってさ、坪倉さんの方にフォロワーが行くようにってさできないかな最低だよ、タグ付けしてさフォロワーを増毛してやってよおおちょっとじゃあ次はちょっと写真を撮りましょう撮らせてください、じゃあ撮りましょう、フォロワーから撮りましょう撮りましょうありがとうございます、強制的にするもんだね、まあ、後方がね喜んでくれるなら ね、 ねやります、我々も出し、はい、ますんで、ありがとうございます、さあ、もう行きましてお、ラジオネーム
オモプラッタさんからできました。はい、マッパラゲさんの皆さん、こんばんは。こんばんは。つぼくらウイス。ウイス。何にも言わなくなったね、もう。当然ですが、僕、多分僕はさや姉が小学校の時に会っているかもしれません。そうね。というのも僕は昔ダンスをしていたんですが、ある日、ツイン 21? ツイン 21? ツイン21で、キッズダンスのイベントがありました。そこで、すごくダンスが上手くて記憶に残っていた子がいたんですが、その子が数年後に、ダンスボーカルグループとしてデビューしました。そしてその子はさや姉の同級生かなんかだったんです。もしかしてそのツイン21で、でのイベントで最前列でダンスする友達と応援に来ていた小学生はさや姉も混じっていましたか？もしそうだったら自慢したいのでぜひ教えてくださいということです。覚えてる？ツイン21。ツイン21って何ですか？あ、それ知らない。はい、終わり。かわいそうね。子供の頃場所は分かんないですもんね。そうですね。でもこういうの覚えてる？ダンスのダンスコンテストはもうしょっちゅう出てたんですけど。そう、最前列でそんな応援に行ったりとかはないですね。小学生が応援してた、その小学生に自分が混じってたってことかな、この子が。応援しに行ったことはないですか？ないですね。ないか。最前列におった人ってこと？出ることはあっても、応援だけにダンスボーカルを応援しに行っただけですよね。はないんじゃないですかね。はい、はい、無料です。全然思い過ごしです。おもくらったさん、ごめんなさいね。すごくらウィスとか言ってっからどうぞ。大阪市のトロトロプリン会。あっぱれ月曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。この番組もメクソ田中がいなくなってから浜口さんの下ネタが少なくなっていて寂しい限りです。このように最近の浜口さんの AV の VR 事情を教えてください。何かいい作品はありましたか？いや、浜口さん、もう最先端を見るんですよ。これ浜口さんもあれ言っちゃいましょうよ。もうついに来たな。はい、来ましたね。ブルーレイが出たらすぐブルーレイ買ったりとか。まあまあそうですけどね、ついになんと僕浜口とそして、鈴木拓が出ている番組が AV 化しました。はい、AV 化？どういうことですか？どういうこと？いや、こう言ってしまうとちょっと語弊がありますね。はいはい、浜口さん無敵に所属してる。違う違う。初の男性？俺らがねやってる番組があって、浜口女子大学っていう。はい、そうです。で、テントと鈴木っていう。テントと鈴木拓みたいなんで、はい、で軽トラの後ろにテントを積んで、はい、でそこで女子大生の話を聞いてるんですよ、ね。そうです。その女子大生のなんか悩みを、だから女子大生そのテントの中に呼んで、まあ話を聞くと、そういうような番組ですよね。はい、どんな悩み？それフル、フルで流れてます？フール、アマゾンプライム、もしかしたら、いろんなとこで、あ、なんか、アベマもやってるし、表紙だけ見た、表紙っていうか、いや、じゃあ中も見てくれ。まあ主に性事情なことを聞いてる、ほとんど性の話ですよ。AV か、それが AV になったの？それがなんか丸々パッケージをパクられて、なんかパコパコ女子大学みたいな感じで名前でやってるんです。はい、パコジョっつって、浜城、浜城、そのパコジョっつってね、ハメジョじゃないね。そうやね。だから本当はそこはハメ口にしてくれよって。ハメ口。どうせやるんやったらね。こっちはワクワクして待ってんだから。悪い子ハメ口。なんか良い、最近おすすめの良い作品ありましたかって言います。 VR 事情を教えてください。 VR で、まあ、VR では見たけど、そこから VR すごいんでしょ？ VR すごいですか？俺もどんな感じなのか。あのプレイヤーを買ったってこと？目にかけるやつ。 やらしてもらったの。やらしてもらった。やらしてもらったの。やらしてもらったの。違う違う、 VR をつけて AV を見させてもらった。あ、裸で。うんうん、裸じゃない、着てるよ。人んちでってこと？その VR を持ってる人に。持ってる人に。そうそうそう。どうだったんですか、やっぱ。いや、やっぱ飛び出す、飛び出すというか、横も向けるし。横も向ける。横向いたら、横の人が見えるってことでしょ。横向いたら、じゃあ女優さんが映れへんってことなんじゃないの。まあそうね、ゴミ箱見えてたわ、横向いたら。いや、何なんすかそれ。カメラマンも見えんのじゃ。カメラマン見えへん。360度なかってんな。真横ぐらいまでしか見えへんって感じ。180度ぐらい見えて、興奮する。
ね、一番良かったのはあのお尻がこう俺の方に近づいてきた時来た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 っていうのは VR では面白かった。あ、飛び出すみたいな感じじゃん、こっちに来るってことや、うん、お尻が飛び出してくるんですか、飛び出してくるというか、まあ、見えてくるって、こっち近づいてくる、近づいてくる、こっち向くって、もう本当のその裸体に見えるわけですか、それともなんかポリゴンっぽい感じなんですか。いや、もうそのままリアルの歌、ね、あの AV を見てる感じになりましたよ。でそれは男優主観のやつだったから、うん、はい、目の前におるみたいな感じ。え、には実際に目の前にいる感じに見えるですか。うん、見える。はあ。じゃあもう女優さんがおるけどもずっとゴン箱を見るってこともできるってこと。できるね。いや、それ何ですかその要求は。お前見てやんないぞみたいな。変なエス。ただお前も見てみんって言って貸したやつの顔見てたら、うん、もうやべえぐらい顔変やった。男の顔っていうのは鼻の下がベロベロな。めちゃめちゃ伸びてる。ベロベロの。翔太くん。見てみたい。なあ、VR ですか。VR で AV。VR で AV ですか。うん、いや僕は別に。てて VR で AV っつって。なんで言わしてんだよ。なんでやね。なんでやね。わあ、それちょっと。天使なんだから。翔太くんは。痴漢もの面白そうやな。痴漢もの。痴漢ものを見てるってことやろ自分は。その満員電車に一緒に乗って。あ、そういうのもできるんですね。なるほどね。じゃあそれを見ないっていうこともできる。何ですかその見ないシリーズ。まあそれもかやな。あ、まだやってるってまだ見ない。見ないふり。何なんだそれ。最近ね、あのそういうネット検索しててパッと見つけたやつ、はい、好きなんですよ。エロネットサーフィンが大好きなんです。いや、エロネットサーファーなんです。もういくつだよあの人。めちゃめちゃあやぎ声がうるさい。うん、男みたいなのを見つけて、うん、男優さんの方、男優さんの方、うん、AV 事情欲しいんだけど、男優事情の、それそいつの癖がありすぎて、はい、もうそっちの方が面白くなってくるっていう、あ、面白い男優さんね、はあはあはあっていうね、何されてんねん、何それ、何をされとんねん、翔太翔太くんじゃない。女優より声がでかいのよ。多分カメラに近いんやろうな。めちゃくちゃ音がそっちの音がマイクに近いのが。どんな声？はあ。はあ。どんな感じなんですかそれ。音ちょっとため息だな。やめてください。なんかこんな気持ちいいの。はあ。はあ。なんかこんな気持ち、はあ。もういいっすよ。もういいっすよ。なんですか。やられてんねん。見つけてこれ見つけたいな。その男優の名前知りたいわ。結構俺似てると思う。どこに自信持ってんすか。何なんだよ。くだらねえ。くだらねえ。田中君がおるときはその何シリーズが面白いとかその話も盛り上がるのよ。うん、こっちは知らんねんけど、あるあるあるって。シリーズ出し合戦。すげえ見てますもんね。田中ちゃんち行ったら DVD の中全部それだけですもん。本当によく見てんなつぐらい。勉強会だ。勉強会で勉強。勉強熱心だな本当に。女子が入らへんみたいな感じ。ずっと下向いてるから。なんでいいや。書き始めて入ってきて。それね、はあって書いてる。書いて。返事しなくていいよ。何も喋んない。またね聞いてください。何ですかそれ急に。またいろいろ聞いてください。AV の話を。おすすめははあですね。うん、すげえな。はい、うん、ということで、メールは以上でございます。じゃあ宛先をダーリオお願いします。はい、宛先はやるげつアットマーク MBS1179.com YARUGETSU アットマーク MBS1179.com までお願いします。怒ってません。あ、そう、ありがとう。ありがとう。曲さあ、じゃあ翔太くんの曲いきましょう。はい、では聴いてください。青井翔太でブリリアントムーン月影楼。ここでお知らせです。来る8月14日月曜日の夜7時から万博公園であっぱれやってまーすの公開収録、小説家になろうプレゼンツあっぱれやってまーすを行います。嘘。はい、僕青井翔太、よい子有野さん、
ドランクドラゴン鈴木さん、吉木りささんたちが出演します。やった。万博では8月5日から15日まで光や、イルミネーションのイベントを行っています。光屋さん詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。僕たちの公開収録は8月14日、ぜひ来てください。よいこ有野です。浜口です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。大喜利のツボ。このコーナーは我が家坪倉の大喜利力をアップするコーナーです。大喜利のお題に浜口、鈴木拓、私、兄野、そしてさやねえも答えますが、世には回答に後乗せをしても解説で笑いを足しても構いません。そして最後に坪倉にも答えてもらいますが、坪倉は一発回答のみで笑かしてもらいます。その判定は翔太くんお願いします。わお。お願いします。調子に乗った今。お願いします。調子に乗せてあげてくださいよ。今日のお題です、はい。松本市ペンネームどっさり生クリームからのお題、突き出し浴びせ倒しのように相撲の決まり手っぽいエッチに聞こえる言葉を考えてください。それさやねまやらなかった。さやねやるでしょ。難しいな。大丈夫ですか。変な時に本当にエッチっぽいの。さやねが思うエッチっぽいのでいいですよ。今日は僕笑っちゃうかもしれないな。大丈夫ですか。どういう、どうしようかな。うわ、坪倉早書くの。やっぱりもう、うわ、なんか下ネタのジャンルで負けるわけにはいかないですね。なるほど。なんか いっぱい書きたいな。確かに。あ、でもこれ僕お一人お一人に振るときに言うの恥ずかしい。恥ずかしくなってきてしもた。まあ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 、しょうがないよね。あ、書けました。はい、書きました、はい、できました。最初は、じゃあ俺行こうかな。鈴木さんから行きますね。どうぞ。はい。突き出し、浴びせ倒しのように相撲の決まり手っぽいエッチに聞こえる言葉を考えてください。はい。生曲げ出し。どんなやつ？生曲げ出し。もう曲げを持ってもうそのまま生でこうなんか外に、はい。外に、土俵の外に。土俵の外に出すって。生曲げ出し。次何ですか？突き出し浴びせ倒しのように相撲の決まり手っぽいエッチに聞こえる言葉はあるかもしれないんですけど、うん、丸出し。ないでしょ。丸出し。丸出しないんじゃないの。ないですか。いいじゃん。なんであるあるかと思いますけど。なんかありそう。決まり手は丸出しって聞いたことないでしょ。ブイって出したから。キャーって言ったら丸出し。キャーって言って膝つくのかな。どれもありそうな感じがする。いやでも面白かったな。丸出しやと思うけど。丸出しですよね。はい。じゃあ有野さん。はい。突き出し、浴びせ倒しのように相撲の決まり手っぽいエッチに聞こえる言葉は上手ハメ取り。素晴らしい。上手ハメ取り。ちょっと似てるかもしれないな。似てる、うん、はい、はい、じゃあいきます。突き出し、浴びせ倒しのように相撲の決まり手っぽいエッチに聞こえる言葉は舐め回し。いいですね。ロッペロ。いいですね。さすがエロ。エロいいですね。さすが白鵬。さすが白鵬。舐め回し。白鵬舐め回し。白鵬。最後舐め回し。いいですか。はい。行きます。はい。突き出し、浴びせ倒しのように相撲の決まり手っぽいエッチに聞こえる言葉は下手攻め顔出し。ちょっとどうしたどうしたどうしたナンパモンとかでガンもんな顔出し。俺はそのフレーズは好きよ。顔出しか。顔出し。あ、結構ええな。相撲取り大体顔出てるやん。さあ翔太くん、どうでしょうか。やだやだ。難しいんだよな。深いエロやったな。深いエロやったな。俺は好きやったな。今週も坪倉はもう一つでした。来週はバッチリ笑いが取れるんでしょうか。坪倉は困らせる大喜利のお題募集します。ダーリーお願いします。メールアドレスはやるげつアットマーク MBS1179.com までお願いします。分かってないです。我が家坪倉です。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。青井翔太です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。
さやねをムキンポしよう。ムキバナムキバナムキバナムキンポ。とっさき。このコーナーはなかなか動じない冷静なさやねをあたふたさせて感情をむき出しムキンポしようとするコーナーです。今日もメールいただいております。ちょっと見ないよ。京都市世界の堀くん、あっぱれ月曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。さやねが BL 好きということもバレてしまいました。そんなさやねに BL によく出てくる文字の擬音を声に出して読んでもらってください。そんな擬音が出てくる状況を想像しながら心を込めて読んでください。きっとあたふたすると思います。どういうこと？擬音を？擬音？BL に出てくる擬音？あんねや、独特なやつが。これだ、今ね、えらい音出たけど、今これ読むんですか？うん、結構やばいんだ。そうなんだ。読んでよ。音ですからね。うん、別に何にも、うん、その卑猥の言葉じゃないんだから。うんうん、どうぞ。ハムハム。ハムハム、ええ、ハムハム、そんな気分出てくる。ハムハムハムして、いいじゃん、ハムハムぐらい、ハム太郺やろ。ね、ハムハムって出てこないんだから。どうした？どうした？どうした？完全無機物質。珍しい、初めて、初めてなんじゃない？初めて、何がどんな、その状況知らんから。あ、さやねはその状況知ってんのか。もう涙流しながら笑ってるじゃない。どうしたの？もう泣いてるじゃない。完全無金歩ですよ。無金歩、初めての無金歩じゃない。顔にモザイクかかってるから。もろかしい。そうですよ。すごい、ずっと引きずってる。何ですか、何ですか。ヌプス。ヌプス。ヌプス。何？ヌップス。ちっちゃい靴入んの。ヌップス。これこう。お、全然全然エロないけどな、俺。全然エロくないですよ。どうしちゃったのかな。焦った。次、福島県福島市。こんちゃん。皆さんこんばんは。こんばんは。ドリウタフェス行ってきました。とても楽しかったです。雨の予報もまさかの晴れ、フェス日和になりましたね。今日はふくらはぎが筋肉痛です。ところで人見知りなさやかちゃんはドリカムさんにちゃんと挨拶できましたが、マサさん、はい、マサさん、ミアちゃんと何か話ができましたか、教えてください。お、はい、ご挨拶行きました。おお、はい、あ、何かこうやってヌプースって。ハマン。今日よろしくヌプースって。ヌプースおはようございます。おはようございますみたいに言うな、お前。いや、怒りますよ。ヌプースじゃないよ、お前。おはようございます、ちゃんと言えよ、お前。後輩だろ。ヌプースってな。おはようございますって言いましたけど、って言ったのか、もう。言いましたよ。あ、皆さん、ヌプースって。ヌプース言ってたよ、お前。何やねん、ヌプースって。めっちゃ怒られる。ちゃんと言いました。ちゃんと言いました。ちゃんとヌプスって言った。ちゃんとしよう。ちゃんとしましょう。ちゃんとしよう、ね、ちょっとお話する時間とかあったんですか？打ち上げとかあったのかな。わ、でもあんまりなくって、うん、ギリギリ出番、ドリカムさんの出番直前にご挨拶させていただいて、で一応メッセージと、うん、サイン書いた CD を渡しさせていただいて、はい、そしたらマサさんも、あ、サイン入りだ、ありがとうみたいな。はい、ミワさんも今日は本当にありがとうございますって、いや、こちらこそありがとうございますみたいな。で、ドリカムさんの出番の時もさやねって言って紹介していただいたりとか、うん、すごいな、本当に優しいお二人でした、ね、はい、実際でもさやねの歌声も聞いたわけですよ。あ、吉田さんも、はい、終わってからも、美和さん、そんな感想みたいのは言ってた、特にないの。いや、言ってくださいました。なんて、なんて、本当に歌ってくれてありがとうね、本当にみたいな。かっこよかったよ。かっこよかった。ちょっと待って、すぐヌップス待ちやめて。いや、そんな待ってないですよ。ヌップス待ちって言うの。いや、いつ言うのかな。吉田さん言わないでしょ。いや、歌最高にヌップスだったよって。質問の数が多すぎて。ヌップス待ちってるから。でも来ねえから、いつ来るのかなと。ヌップスいうわけないやん。
アイドルやからね。あ、そうですね。嬉しいね、でもそのね。嬉しいね。歌ってくれてありがとうございますみたいな感じに。はい。言っていただいて。そういう謙虚な姿勢やろうな。やっぱり。そうですよね。大御所であればあるほどそうですよね。確かに。素敵やな。ありがとうございます。楽しかったです、めっちゃ。開放感があって、うん、はい、あ、やっぱ野外なんで、うん、もうそれだけで、すごい気持ちよかったです。あります。なんで笑ってるんですか。ええねん、開放感。開放感あるけど、そりゃそうやろ、そったやんだから。次、新潟県ラジオネーム、牧野目。さやねの六甲おろしやん。やるけつの皆さん、こんばんは。こんばんは。さやねが甲子園で歌うときにどんな演出をしたらいいのか考えてみました。うん、甲子園にはリリーフカーと呼ばれる交代のピッチャーを乗せてマウンドまで運んでくる小型の車があるんですが、はいはいはい、そのリリーフカーをさやねが運転してマウンドまでやってきます。そしてマウンドを素通りしてそのまま帰っていくという。OK。帰ろうとするさやねにウグイス嬢が、山本さやか様お戻りくださいというアナウンスを入れてもらってマウンドに戻ってきます。歌う時にはちょっとしゃくれ気味でお願いします。面白いな。面白いじゃないですか。どうでしょう、通り過ぎちゃうボケですか。長いよ、遠くから来るもんな、リリーフカーって。そうなんですよ、遠くから来る、外野側から来ますから。そうですね。で坂ゴーンってマウンドのとこちょっと坂上がって下ってでベンチまで。すごい失礼ですよ。何やったんやろうって。無理。なんか認めてくれそうじゃないですか、阪神のファンの人とかって。そういうの、で、あの選手全員がずっこけるっていう。そこまでしていただければ助かりますね。並んでるのかな。埼玉県ラジオネーム浦和一の男。サイネの六甲おろしやん、ホームベースの上に顔を乗せて歌う。どういう意味でしょうね。それどういう意味ですかね。六甲おろしを大根おろしとボケる。歌詞変え歌いするってことね。こういう空気になりますね。確かにね。裸阪神ユニフォーム、裸エプロン的な感じ。前だけ、前だけなよな。前だけ、後ろ丸出しな。丸出し。リモちゃんみたいな。リモちゃん。どれいきますか。そんな中から選ぶんですか。全然案がな。採用なる案がないね。ないですね。難しいな。そうです。通り過ぎるできたら面白いですけどね。ね、通り過ぎるのは。選手たちも協力してくれば、お客さんも。選手も守ってるってことでしょ。じゃあ後ろの人らが全員ずっこけるってことや。そうですね。絵的にはめちゃくちゃね、面白いね。そうやな。どのタイミングでこけるかやな。マウンド過ぎたのかとか、リアルに考えてまうな。どこやろ。駆け切ってからかなとかさ、駆け切る前かなとか。確かに難しいですね。難しいタイミングが。ダイヤモンドから出たぐらいところでこけるのかな。あえて。いやでも理想はやっぱりこの。あのシャッター開いて閉じたところまでやろ。いやそうですよね。あれなんかあんのかな、なんかあんのかな。そうやね、なんかあんのかなと思う。近づ、反対側の人が近づいてきたらうわーなるし、出てきてから。そうで、まあツッコミがウグイス嬢ですもんね。戻ってきてくださいで。面白そうやけどね。すごいいい案だと。監督お盆とか持っててガシャガシャガシャ。面白そうですけど、以上です。あさぎのダーリオお願いします。はい、このコーナーではさやねを無金庫できそうなメールをお待ちしています。今日はできた。メールアドレスは、やるげつアットマーク mbs1179.com。 たくさんの無金庫のメールをお待ちしております。分かってないです。流れで言ったんだ。炎上芸人ドランクドラゴン鈴木も涙を流すことがある。16小節のすったく。なんで間を開けるの。それではこのコーナーにいただいたメールをご紹介いたします。東大阪市にお住まいのラジオネームホリーさんからいただきました。あっぱれ月曜日の皆さん、鈴木拓さん、こんばんは。こんばんは。ちゃんと言ってくれた。これは結婚式場に勤める友人から聞いた話です。その結婚式の新郎新婦は流行りのできちゃった婚でした。チャペルで行われた式にはたくさんの親戚友人が列席されていたそうで、そして新婦がお父さんと一緒にバージンロードを歩き始めた時、列席者の中からたくさんのすすり泣く声が聞こえてきました。ご親族も友人もほとんどの人が泣いていました。そして式が終わり披露宴となり、楽しく
明るく進行する中、最後に新婦のお父さんからのご挨拶がありました。それで全てが分かりました。娘はできちゃった婚です。おめでたい場所でこんなことを公表するのは大変恐縮ですが、新郎新婦にはとても感謝しています。私は重い病気にかかり、お医者様から余命あとわずかと診断されています。娘もそのことは知っています。そんな私にウェディングドレス姿を見せたい、もしかしたら孫の顔まで見せられるかもしれないという娘の思いから、今日の結婚式を行う運びになったのだと思います。新郎の〇〇くんも本当にありがとう。生き方が不器用な娘かもしれませんが、娘をよろしくお願いします。会場のすすり泣く声の中、割れんばかりの拍手がいつまでも続いたそうです。鈴木さん、結婚式で泣いたことはありますか？大変な光景になってね。すごい、すごいね。いい話じゃないですか。すごい話ですね。まあ、あの僕つい先日ですかね、1年ぐらい前だったな、あの東京03の、うん、飯塚さんの結婚式出まして、はい、でその時にもうこっから僕酔っ払って覚えてないんですけど、うん、相方となぜかベロベロのキスをしてたらしいんですそう、つかちゃんと。おう、でもうこんなんじゃもう式も変な感じ、うん、ダメだいう風になってたら、その式で一番泣いてたのが俺とつかちゃんなんですってっていう話ですなんで泣いた。いやもうだから感動してですって、はあ、感動して、飯塚君の、はい、飯塚さんの結婚式でもいい結婚式、そう、いい結婚式、最終的には飯塚さんも、初めて俺は会うその親友と二人で帰ったけど、はい、誰だかわからないおっさんと俺二人で帰ってったんです全然覚えてない、全然覚えてない、さっき泣いてましたよって言われて、マネージャーもういいか、じゃあこの話でいいのかな俺って言って、そしたらこんな変な空気になっちゃっておい鈴木、この空気もどうすんねん先嫌がって怒られた、怒られた、これ難しいんだよ無理だよこれ、言っちゃった、言っちゃった確かに難しい。内田理央です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。ドランクドラゴン鈴木です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。高2男子高2女子のお願い聞いてあげる、自称高2男子高2女子が言ってもらいたいセリフをエロいお姉さんダーリオと変幻自在のお兄さん翔太くんが心を込めています。それでは早速参りましょう。京都市ペンネーム黒のしずくさんの作品、翔太くんに照れながら言ってもらいたいです。僕と付き合ってくださいいいよね、うん、神奈川県ラジオネーム普通に喜んでニヤって笑ってたね、さやね。ラジオネーム検証ははがきが命さんの作品、海に住む魚の名前をダーリオ先生がセクシーに言います。キス、アイナメ、チンアナゴチンアナゴしましま可愛かったな、可愛いですよね、チンアナゴいい可愛い、愛知県ペンネームドヤミナリスペクトさんの作品、サヤネの目を見つめながら翔太くんに言ってもらいたいです、うん、先輩、今日は僕が攻めてもいいですか？ヌプス、ヌプスで、そこで使うの、まだヌプスでお願いしますってことかな、ヌプス。尼崎市ペンネームジレッタイの持ち腐れさんの作品、サヤネの目を見つめながらダーリオに言ってもらいたいです。サヤネ、私の好きって気持ち本当に伝わってる？ヌプス、どういう意味なんヌプスって、どういう意味だ、イエスかノーかなのかな、何なんだろう、どういう意味ですかね、部下中的なやつかな東京都坪倉の作品、待ち合わせに遅れるダーリオに言ってほしい、もうすぐ行くから待って、先に行かないで
ポカリヌプスポカリヌプスどういうことですか待っててってことだから、そうですよね、大阪市民ネームこっそり八兵衛さんの作品、翔太くんにからかわれながら言われたいです。謎かけ出すよ。アダルトビデオのモザイクとかけて宝箱と解く。その心は？スケベな鈴木ならわかるだろ。まさか俺だと思わなかった。スケベ。宝箱とかけれるモザイク。モザイクとかけて、どちらも、探しづらいでしょう。探しづらい。なんでわかる？ブブー。何？スケベのくせにこんなこともわからないのか。アダルトビデオのモザイクとかけて宝箱と解く、うん、その心はどちらも大切なものが隠されています。アウチです。確かに。なるほど、ね、そうか、本当だ。神奈川県ペンネーム検証ははがきが命さんの作品、溺れかけている少年を見つけていった命の恩人さやねの一言です。さあ私の顎に捕まって。怒れもう。手切れるわ。さあじゃあ、手切れる。手切れる。そんなにシャープ？切れへんわ言うて。以上です。宛先をダーリオお願いします。はい、宛先はメールアドレスやるげつ @mbs1179.com 高二男子のお願い聞いてあげるのコーナーまでお送りください。さあエンディングでございます。もう早い、あっという間ですね。いや今日はさやねがだいぶ、珍しかったな、あんな金さやね初めて、なんか4、5個あったんですけどね、2個ぐらいで終わったね。あまりにも恥ずかしかったんだ。まだありますよ。恥ずかしいの。恥ずかしかった。なんでこの2番目がすごい恥ずかしい。状況はわかんの？わかります。わかろうなんや。何なんだろうな。ジャンプ漫画には出てこへん。おっヌプスなのかな。どうなんですかね。ちっちゃい粒入ってましたっけ。ヌプスでした。いや入んないです。はい、ちっちゃいヌプス。照れてんのにすぐ言っちゃうんだよな、あの人。なぜか照れてんのに。なんもな、エロくもないけど。え、ちょっとその髪見たいです。あ、どうぞどうぞ。あ、そうか。じゃあダリオ言ってみてよ。ダリオが、ダリオがちょっとさやね見ながら言って、見つめながら言って。なんか他のやつでもいいよ。でも、うん、最後のやつとか結構、最後とか結構かわいい感じなんですよ。じゃあ言ってみてください。さやね見てよ。ぬこ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 。いやさやねじゃ笑ってるよ。なんか笑ってる。その状況わかる？誰わかる？猫が。お、それは猫。そういう意味なのか。そういう意味か。猫のことぬこっていう人いますよね。知らない。これも猫って言ってる。そう、猫みたいな、にゃーにゃーみたいな。ぬこぬこってなんだろう。これもわかります？4番目。俺もわかんない。すげー、翔太君に言わせるじゃん。翔太君が言ってよ。そんな、結構、別にそんな大事。じゃあ1個だけ。ニューピチュ。すげえ笑ってるよ。抜け取れてるよ。今日はすげえ抜け取れてるよ。状況わかんない。私もこれわかる。どういう状況？俺もわかんないです。ニューピチュってちょっと赤なってるもんな。全然わかんない。ニューピチュわかんない。2番目。もう、まだですか？まだまだ終わんないですか？最後に。クパ。すげえ笑ってる。それ一番ダメじゃないですか。ダメなの？知らないよ。何がダメなの？ツイッターやめてください。すげえ顔真っ赤になってる。ツイッターやめて。この後は AKB 予定と横山由依がアッパレ横山任せてくださいです。こちらも聞き逃した声のお相手は由依子の浜口と、ありがとう、ドランクドラゴン鈴木と、我が家坪倉と、青井翔太と、内田理央と、 NMB48 の山本さやかでした。ぬくぬくすぬくすクパークパー。何がわかんねやろな。よろしくお願いします。だいぶムキッポされてますけど、また来週聞いてください。さようなら。クパークパークパー。 AKB48 横山由依、あっぱれ横山、任せてください。ここからの時間は私横山由依が任されました。今日も自由にまっすぐにお送りします。いやね、3日前に七夕があったっていうことで、七夕ってやっぱお願い事とかねするじゃないですか。もう本当2年とか3年ぐらい前になるんですけど、
メンバーと遊びに行った時にそこで笹があって、ここに自由に願い事を書いていいですよってあったんですよ、コーナーが。でその時に、まあ、大谷静香ちゃんと私と北原理恵ちゃんと、もう卒業したんですけど内田真由美ちゃんっていう子と一緒に行ってたんですけど、そしたら北原さんがなんか理恵静香真由美ゆいが健康でありますようにみたいな書いてて、なんかそういうのってあるあるじゃないですか。結構割とその他の人の願い事とか見てたら、まあ多分一緒に来てたやろうなみたいな、友達のことを願ってあげる優しい人がいるみたいなところを、やっぱりリエちゃんがね、北原さんが持ってきましたね。それが私結構印象に残ってて、しかも普段の呼び方とかやったら私横山って呼ばれてるから、横山とかしーちゃんのこと大家とか呼んでるのに、女子っぽくしたのか下の名前で呼び捨てでやるっていうのは、ね、ちょっと北原さんっぽい、まあ本当の願いなんでしょうけど、でもちょっとなんか書き方はポップというか、なんか北原さんっぽいなって思って、割と印象に残っています。はい、というわけで今日も10分間お付き合いください。この時間はベストモバイルアプリケーションプロデューサー PMAP の提供でお送りします。いやー、ね、オープニングでもお話ししましたけれども、7月7日は七夕でしたよね。皆さんはね、何かお願い事しました？願い事といえばこうね、今かかっている AKB48 の願い事の持ち腐れだと思うんですけれども、まあ、願い事を1年後の七夕まで待ってて、きっと持ち腐れてしまうというそう思うので、今日はですね、持ち腐れないようにいろんなテーマの願い事をもう勝手に言っていきたいと思います。誰か叶えて。はい、じゃあ最初のテーマはこちら、未来。ほうほうほう、これはですね、未来、の願い事は、どこでもドアが欲しいっていう。はい、もう次行っちゃっていいですか。とりあえずちょっと、じゃあもし時間あったら後で振り返りますね。はい、じゃあ続いてはこちら、趣味。もう多趣味になりたいな。はい、じゃあ次こちら、体。ほうほうほう、体。あ、髪の毛早く伸びてほしい。はい、じゃあ次行きますね。家族。お、これね、家族最近行けてないから家族旅行行きたいです。はい、じゃあ続いて持ち物。うん、持ち物は少なくしたい。これ持ち物少なくしたい。はい、次。はい、後輩。あーね、そう、後輩となんかよくいるメンバーとかもいるんですけど、なかなか全員でっていうのができてないので、後輩とバーベキューを大人数でやりたいです。はい、じゃあ次行きます。時間。うん、これはね、自由に長くしたり短くしたりしたい。無理かな。はい、次、家。うん、これ家はね、うん、断捨離したい。はい、これ次、じゃあいきますね。仕事。あ、仕事か。もう本当は私いろんなのやらせてもらってるから嬉しいんですけど、着物とか浴衣とか和服がすごい好きなので、そういうのの関連のお仕事ができたらいいなって思いますね。まあちょっとザザッと言ってきましたけれども、ちょっと気になるやつとかなんかありますか？趣味っていうところで多趣味になりたいって言ったんですけど、最近気づいたんですけど、趣味があんまりないんじゃないかなっていうことに気づいたんですよ。で、なんか趣味がないっていうと何事にも興味がなさそうに見えるから、趣味がないっていうのを公にしてこないようにしてたんですよ。趣味がないっていうことを。でもなんか私、人のこうインタビューとか読むのが大好きで、女優さんだったりとかタレントさんだったりとかのインタビューとかを読んでる時に、趣味ないですって言ってるのかっこいいって思ったんですよ。素敵って思って。それなんでかって言ったら、趣味がないことさえも
こう言ってしまうのがやっぱ素敵だなみたいな、私みたいに趣味やあんまないけどちょっと言っとくかみたいな、なんかそういうぐらいの感じで、よよりかはあもうないんですよ、だからこう人にこう教えてもらったりとかして多趣味になりたいなって言える人になりたいって思ったので、今日ちょっと初めてここで初めて言ってみました。そう、あ、そう、あとは体っていう時に髪の毛早く伸びてほしいって言ったんですけど、豆腐プロレスっていうそのドラマやらせてもらってた時に、もう髪の毛を割と切ったんですよ。今こうお腹、まあお腹は言い過ぎかぐらいまで髪の毛あるんですけど、これエクステなんですよ。エクステでこう長くしてポニーテールできたりとかアレンジできたりとかするので、すごく長い髪の毛自分的には気に入ってるんですけど、いろんなことできるから。でもやっぱりね、乾くのがやっぱ遅いんですよね、エクステって。なんでか分からへんけど、だから地毛で髪の毛が早く伸びてほしいなっていう意味ですね。うん、はい。あとはね、あ、持ち物少なくしたいって言ったんですけど、持ち物が多いんじゃないかなっていうことに最近気づいたんですよねっていうのも、なんか私割とリュックサックとかしょうんですけど、そのリュックサックになんか、まあ、メイクポーチとか、メイクポーチとか、まあ、お財布だとか、なんかもうそう基本的なもの、歯ブラシとかそういうのとか入れてるんですけど、下の方ね、そのリュックサックの下の方を見たら、やっぱり日焼け止めが2本入ってたりとか、あの何かな、メガネが2個入ってたりとか、なんかそれ2個いるみたいなやつが入ってたりするんですよ。だから基本あんまりバッグをこう、あ、なんていうの、買えないタイプやから、そのね、だからこう なんていうんだろうバッグの中からこうそのいらないものを取り出すっていうことはなかなかしてこなかったので、そう、家の断捨離したいっていうのもそうなんですけど、ちょっとなんかちゃんと整理整頓できるようにしたいかなみたいなところですね。はいということで、多分他のもねちょっと解説したかったとこあるんですけれども、ちょっとねまた次回何かタイミングがあれば来年の七夕とかにはい、お願いします。ということで、この番組では皆様からのメールをお待ちしています。メールアドレスはまかせてアットマーク mbs1179.com です。 AKB48 横山由依でした。かなってください。